SSBTOD 05オムニバスアカウントトリーティクライアンツは中国の政府系ファンド中国投資と国家外貨管理局によって運営されているとされる投資ファンドと言われている。日本企業の大株主として知られ、2011年3月末時点で34社の株主として優価証券報告書に登場した。 日本株の時価総額は2012年3月末時点で3兆5000億円に、達して238社の株主となった。2013年3月末時点で4兆2000億円に、なるも2014年3月末時点で日本株を1279億円の22社まで減らし、2015年3月末時点で1社も株主で見られなくなり、ボニーと JA など、 複数の名義に分散した、ともされている。様々な表記があり、最も多い、SSBTOD-05 オムニバスアカウント、トリーティクライアンツや、SSBTOD-05 オムニバスアカウント、トリーティクライアンツ、SSBTOD-05 オムニバスアカウント、トリーティクライアンツ、SSBTOD-05 オムニバスアカウントトリ,ーテ,ィトトリーティクライアンツや、SSBTOD-05 オムニバスアカウントトリーティークライアンツなどがある。また、旧称としては、SSBTOD 例5オムニバスチャイナートリーティ808,150だった。住所の表記も文書ごとにバラバラなことから、これらはすべて同じファンド、住所のことを指していると思われる。常任代理人は当初は三井住友銀行であり、2009年9月からは、 香港上海銀行東京支店だが、住所は、ステートストリートバンクトラストの、オーストラリア支店の管理部門が在籍していた、旧ステートストリートセンターとなっている。現在のステートストリート公式 HP には、この部門についての記述はないが、インターネットアーカイブのバックアップにはこの住所が、載っている。このことから、ファンドの冒頭の SSBT は、 ステートストリートバンクトラストの略称だと推定できる。一方ソニーの平成23年度優価証券報告書によると SSBTOD 零五オムニバスアカウントトリーティークライアンツは、市として欧米の機関投資家の所有する株式の保管業務を行うとともに、当該機関投資家の株式名義人となっています。となっている。 同様に多くの主要企業の大株主に名を連ねている、ステートストリートバンクウエストクライアントトリーティ、ステートストリートバンクウエストクライアントトリーティと s s b t o d 例ごとの関連は不明。金融商品取引法で大量保有報告義務となるのは5%超であるが、持ち株比率1%以上があれば当該会社の株主提案権を得られ、 3%以上があれば、会計帳簿の閲覧権と、株主総会の召集請求権を得られる。すなわち、発行済み株式のうち3%以上あれば、財布の中をすべて見る権利と、財布の中身の使い方を提案する権利の両方を、得られる。東証一部東証二部ジャスダック東証一部マザーズ東証一部マザーズジャスダック。 東証一部各企業への投資金額のヒストグラム。ほとんどの投資が200億円未満であり、1企業に500億円を超す投資をすることは稀である。大株主として記載されていない、小規模な投資もしていると仮定すれば、50億円未満の投資は、もっと多いであろう。保有銘柄には一い偏りが見られ、保有銘柄全体の1、4強が、 上位産業種に集中している。上記リストは、大株主として公表されている分だけであり、少額ではあるものの他の企業の株式を保有している、可能性もある。例えばこのファンドは倒産した、酸水電気の株を2010年6月30日時点で2264株を保有していた。ありがとうございます。